本日の3音ツランドはですねまあ <laughs> 見ての通り久々の顔面出し動画になっておりますが今回はこちらからでねあの放送させていただくという形になります、まあ、何をするかというとですね今回は紹介動画になります紹介 <laughs> って思うんですけど実はなんとこの3音ツランドですね この登録者2 6十何人まあ八9人ぐらいので再生回数はまあそんなないんですけどなんとですね中国の、えー、ライト,ライト電気系の会社のオールライト様からです、ね、商品提供をさせていただくことになりました。 いやなんかちょっとユーチューバーっぽい感じですねなんか本当にはいっていう感じで今回そのライトですねあのまあ実際に紹介していくという動画になります、はい、ライトの紹介ですねオールライトさんからの、えー、提供されたライトの紹介をさせていただきますはいではですねもう開けてしまったんですけど えー、ライトはこちらですね、はいはい、まずこちらこのねボール状のなんかガチャガチャのね玉、あのー、みたいな感じのちっちゃいですけど実はこれがライトでございましてはいでスペックから言うとですねまず防水です、はい、で結構高さから落ちても結構全然壊れない衝撃にも強いというまさにアウトドアとかで使う,もう外で使うにはバチ濃いというねこのライトでございますねはい。 もう見てる通りなんか本当にまあ他のねレビュー見るとなんかモンスターボールだとか言い始めてるやつもいてまあ確かにこれモンスターボールっぽいですよねなんか色もね6色あってまあ赤とかグレーとか紫とかそで僕はグリーン選んでもう赤選んだ時点でもうモンスターボール確定なんですけどねまあ僕は緑色が好きなんでこちら緑を選びました。 っていうわけで、えー、こちらですね、まあ、見てるとそこが磁石になっておりますので磁石充電になります。磁石充電で結構珍しいですよね。でもそのおかげでですね、これあのー、要はその電子部分が触さあのー、触れてないので、もうそのまま水に浮かぶ水に浮かべてあのオッケー、OK、なんですよで。お風呂とかに浮かべてね、なんかちょっとアロマキャンドルっぽい感じの意識高い系の風呂の入り方もできちゃうって感じですね。 はいえー、とここそこがですね一応スイッチになってて、まあ、ここをそのままなんか、まあうしまあ、そのまま押すとこうやっておお<ー>って感じですねでこちらバリエーションよ4つ四つですねはい <laughs> 4つございましてこれが第1パターンそ第2パターンはこの長押しをするとこうまたあのなりますこれがその強いバージョンですねさっきのが普通バージョンこっち強いバージョンそしてまたこちらこを長押しすると ままさかの色が変化しましたね結構なかなかいやこの赤のね色もまさなんかねなんか使えそうですよねで最後がですねこちらまあ SOS 信号的な感じまあなんですかねこう交通整備とかで通行止めしてる時に、ね、こういうとこは置くと多分ね結構使えるんじゃないですかね <laughs> まあなかなか使うタイミング難しいかもしれないですけどっていうこはいっていうこのね4つのパターン まあどれを使うか、まあ、皆さんねあのー、個々の自由でこれは結構なかなかね挑戦的な使い方だと思うんですけどはいでこの電源切る時はもう簡単長押しじゃなくて瞬間押しもうこれでいいんですよそうすると基本長押しでモード切り替えになるのでその自分の好きなモードに例えば自分は明るい方がいいんでこれで切っとけば次こうつけるじゃないですかピュンほらもうこんな明るいっつって。 っていう感じでできちゃうんですよねいやこれ便利ですよね本当にこんな明るいんですよ本当にほら見てくださいこんな明るいうわ眩しいですかはいっていう感じでこの明るさをねちょっともうまさかねこんなちっちゃいの明るいっていう高出力はいそしてですねさっき言ったこの充電の仕方がですねもう簡単ですもうここにペーっつってあれつって <laughs>。 もう本当にもう簡単ですよこれをただつなげるだけこうつなげればもう終了もう瞬間ですよねだから何て言うんだろう今までだと「刺す」っていう行為なんかなんていうのどこかこうやって開けてねなんかブスって刺してたけどもう,もうこんなのもう余裕もうほんと小学生でもできちゃいますよなっつってこれああ終わったみたいなでこれで充電するそして充電中と充電完了っていうのが色でわかるんですよね 充電中だと赤色この根元の部分のなんか尻尾みたいなとこから赤く光るんですよそれが充電完了だと緑色完了ですっていうまあ至ってシンプルまあシンプルの方がねいいっすよねやっぱり細かいよりかはっていうすごいいい便利で、えー、付属品がさらにこちらですねはいこちらは、えーとまあ、かける用のリングですねフックというか でこれがこうやってカチャッつってこういった形でね、あのー、吊るるすすことがでできるっていう感じですね、はい、だからまあなんか上からこう吊るしてねなんかそのキャンプとかで使えるのには間違いないです。はい、それ結構このフックの磁石が強いんでなんか簡単にやっぱ落ちないようになってるんですねさすがそこはあのー、考えて作られてるというか結構硬いですよもうカチッつって。 そして最後ですねこちらのなんかなんかしっかりと「オールライト」ってなんか書いてあってこういった、うんはい、でこの裏がねあのちゃんと粘着用のシールとなっておりまして、まあ、簡単に言うと壁とかにねそのままつけてそれをライトがそのままつくような感じにさせちゃってるんですよねだから何て言ったらいいんだろうなうんだからもうほんとすぐどっかつけたい時にこれを壁につけて で勝ちっていう感じ、うんまあまあ状況によりますよね。はいっていう感じでございます。それで、えー、こちらですね。なんとあのもしこの卵型なんですけど、あのまあここ机あるじゃないですか。これなんとですねこうやっていくら転がしてもこうやって、お<う>はいこうやって、ね あのだるますぐ全部起き上がるんですよねこうやってすごいっすよねほんとにうんいやめちゃくちゃいいなぁと思ってなんかねかわいいなぁと思ってっていうちょっとこういう遊びうんそうだから3つあればねなんか光ながらお手玉みたいな <laughs> そういったやんちゃな遊びとかもできるかもしんないですねはい えー、で実際にねあの夜とかでも明るさどのぐらいなのかっていうのもちょっと一回試しに、ね、使いたいと思うのでまたちょっと夜ねあのー、軽く外で光らせたいと思います。はい、というわけでね、えー、夜になりました、まあ、画面では真っ暗なんでねではいよいよねつけていきたいと思いますではワンクリックじゃんどうですかこれいい感じで僕のね顔もねいい感じで照らされてるんですよね はい、こ,けこれがまあ標準じゃあさらに1ラン,ランク上行きますよあ一回消しちゃった <laughs> 次長押しで変わりますはいおおすーごい明るいいやこれすごいっすねそれでこのねこの色味ちょっと暖色っぽい感じの色味がまたいいですよね本当にいやよくないですかこれうーんすーごいこの感じね ほらうんすごいうんこんな感じですねじゃあまあこの多分最初とこれが多分メインで使うんですけどじゃあ次の色長押しはいどうすかね赤ライト赤ライトもなかなかねなんかちょっとなんかミュージックビデオとかね撮る時こういう赤いねなんかこういう。 なんか演出でね。なんかあっても面白いっちゃ面白いですよね。まあ、なかなか普段使いが明るいとね。なんかうまく使うときがなんかもう交通整備 <laughs>、交通整備、安全誘導する時ぐらいしかあんまつかないですけど、うんじゃあ最後これね。はい。<laughs> もうもうチカチカモードうん。なんかストロボ。 なんかか、ライブとかあ、あ、ややばいやばいい、落ち落落ちた落ち,た落ちてしまったよはいまあでもこれ結構頑丈らしくてあのー、なかなか壊れにくいと言われてるでまさにアウトドアで使うもうちょっとやめましょうはいはいまさにアウトドアで使いやすいまあライトなのかなっていうのは思いますでテントだとこうやってねあのつつるしてやりながらうん いや全然明るいっすねこれ本当に最高です。というわけで、えー、と今回は、えー、こちらのねオールライトさんからの、えー、提供の、えー、レビュー動画でした。はい、ではまた「ラ本ドの方もよろしくお願いします以上になります。